こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はですね、ねじ込み式のロックリューズですね、の、腕時計をですね、ご自分で、洗浄することができます。まあ、そのことについてちょっと、ご説明したいと思います。まあ、ねじ込みリューズってちょっとうちにもね、こうオリエントスイマーとか、これもちょっとロックル、どういうふうになってるかというと、普通のリューズじゃなくてですね、このままじゃリューズ引かさないんですよね。こうネジを一回抜いていただいて、してこう、まあ、時間合わせとかカレンダーの早送りしていただいて、またこう元に戻していただいて、これしっかり締めていただければですね、かなり防水性強いんですよね。10キャツ防水でこうロックリューズです。まあ、これもそうですね。これテクノスですけど、これもですね、これもロックリューズになってますので、こういうふうに、ね、これ、時間合わせたり、してまた戻して、これしっかりしないとまたこの水入る原因になるんで、このロックだけきっちりしていただければ、非常に頼もしい時計でございます。まあ、ちょっとね、今回ね、ちょっと私の普段使ってる、時計なんです。これもロックリューズなんですね。こういうタイプですね。これもロックリューズなんです。まあ、例えばこういう水洗いしたり、水道水で、まあ、ちょっとぬるま湯のが、まあ、きれいに取れるかもしれないですね。こういう、例えばちょっと洗剤つけてですね、こういうふうにね。そして、このようにこう、洗ったり、鎖洗ったり、こうロックリューズだけきっちり入っていれば全く問題ありませんので、そしてあとな、こういうふうに、ため水でもいいし、まあ、流してもいいですね、やっぱりね。こういうふうにして、こう古い使い古しの歯ブラシで結構ですから、こういうのでこう、腕で結構汚れますんでね、いろんな、まあ、今ちょっとコロナの問題もありますんでね、こういうふうにして洗浄するっていうのも一つの予防策になるかと思いますので、どうかですね、あとこう、さっとこうね、流し水で流していただいてっていう方法、まあ、手を洗うような感じですよね。まあ、こういう感じでございますので、まあ、どうかよろしくお願い申し上げます。